こんにちは。アマゾンサポーター堀秀夫です。今日はコロナ関連、シドニーの倉庫がコロナ感染者が出たということでね、2、3日、完全に封鎖されて、商品の発送もできない、受け取りもできないという状態だったわけなんですけど、商品の販売の方はね、復活してます。で、復活したらね、やっぱり結構売れてます。で、これ日本の状況だとね、日本と同じ状況だと、なんでそんなネットショップでね、Amazon でいっぱい物を買うのかというのがね、なかなか理解できないんじゃないかなというのもあって、今日はオーストラリアがね、どんな規制をしているのか、それがちょうど私宛に届いたね、シドニーの領事館からの、メールがあるんで、それをご紹介したいと思います。Amazon 倉庫ね、一時封鎖したけど、再開ガンガン売れてます。それもそのはずで、シドニーは新型コロナの規制を強化して、Amazon を使って買い物するのが標準化してきています。もう日本とは桁違いな規制の厳しさです。緊急対応及び医療従事者を除き、市外への通勤は不可。ね、市外への通勤が不可ってどういうことかというと、そうですね。日本で言うと、神奈川とか埼玉とか千葉から東京に通勤してる人いっぱいいますけど、それ全部ダメです。ね、で、もしも、ね、もう通勤する必要があるんですよと言った場合には、新型コロナウイルス検査を3日ごとにする必要があると。3日ごとに検査しろというね、すごいですよね。それからね、車通勤、当然電車とか乗る人あんまいないんで、車通勤が主なんですけど、同じ職場で近所に住んでる人とかね、同じような場所に住んでる人が乗り合わせで通勤ってよくあって、推奨してたんですけどね、コロナ前は。今は、同居者以外との車の乗り入れは禁止。同居者以外の車の乗り入れ禁止ってどういうことかというと、別に住んでるお母さんをね、買い物を連れていくとか、これも禁止です。ね、すごいですよね。で、全ての建設工事と家屋の緊急でない維持管理、修理工事が一時停止。建設工事とかそういうね、緊急じゃない工事とかするなと。で、さらに、ね、雇用主は従業員の自宅勤務を許可する必要があり、場合によっては最高1万ドルの罰金。ね、自宅勤務できる職種なのに、会社が来いと言ってますと、垂れ込むと、会社は1万ドルの罰金を取られる。で、垂れ込んだからって言って、会社で干してね、解雇させるとか、クビにするっていう、そういうことは、日本と違ってオーストラリアじゃできないからね。実際もう、いい悪いというかね、させたくなくてももう、いや、自宅勤務可能ですから、自宅勤務しますと言われたら、もうそれ認めざるを得ないと。ほぼほぼ、自宅勤務なんて大した働きはしないですからね、オーストラリア人のキャラクターだと。ほぼほぼ、毎日が有給状態。ね、だから、アマゾンで買い物して、必需品ももちろん売れてますけど、どう考えたって暇つぶしで使うようなものが結構売れてます。ね、暇なんですよね。だって自宅勤務しますって言って、時間はたっぷりあってね、スポーツジムもやってない、ゴルフにも行けない、ね、じゃあ、こもって遊ぼうと、引きこもりで時間潰しになるようなものとか、すごい売れてます。まさに、Amazon 室にとっては、オーストラリアの Amazon 室にとっては、もう本当、新型コロナってね、もう追い風以外の何物でもないなと。ね、それは多少輸送に混乱ができたりとか、今回みたいな倉庫封鎖とかありましたけど、何しろ何しろおかげでもうすごいアマゾンの利用者増えてる。で、売れる商品見つければガンガン売れてる。需要はすごい増えてます。今の時期にね、在庫あるけど売れないとかいう場合に、これ在庫のね、選択がちょっとうまくいってない可能性があるんで、こんな風な在庫内容ですというのをね、またどんどんご相談ください。で、商品探しとかね、こういってこういうのを見ましたとかいうのをこまめに報告してもらった方が修正しやすいですね。どさっと買って後からね、話でこう修正するって言ってもね、やっぱりどうしてもね、本人は大切だと思ってないけど、実は商品探しで大切な部分の方向が抜けちゃってたりするんで、リアルタイムでやってもらうのがいいかなというのがあります。何しろ、今すごいチャンスですからね。今、商品探しガンガンやって、今年の、ホリデーシーズンには、かなり、1、2年で行けばいいなと思ってたところを半年で十分到達することも可能なぐらいね、今利用者急増してます。オーストラリアアマゾンの利用者急増してますんでね、商品探しに精を出して、輸送や倉庫のトラブルにもめげず、どんどん商品を納品していきましょう。また。
ご報告、ご相談お待ちしています。アマゾイスサポーター、堀秀夫でした。